本日もお疲れ様でした。今日はですね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。そりゃそうでしょう。一番のです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそスプラバへそしてスプラバチャンネルも。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあそれでは自己紹介お願いします。はい、もうちょいこっちですって。はい、はい、TSS 新人アナウンサーの市場里奈です。私は中学高校でソフトボールをしていたので野球も好きですし、スポーツ全般がすごく大好きなので、うん、今回スポラバにつけて嬉しいです。これから頑張ります。よろしくお願いします。おー、ソフトボールやったんだ。そうなんです。そんな風に見えないけどね。本当ですか。どこ守ったんですか。ショートかセカンドです。おー、瞬発力、一瞬の瞬発力。野良猫のように。そうなんですよ、運動神経抜群で、はい、サッカーもね、はい、サッカーも幼少期にやってまして。おお、それちょっと心強いね。うん、心強い、ね、頼りましょう。頼りましょう、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 頼りましょう。はい、ということで、一番を迎えてスポラバチャンネル、ちょっと質問攻めしていこうかなと、はい、せっかくなので、はい、で、まあ、このスポラバチャンネルなんですけど、まあ、毎回マーチさんとこうゆるーくお伝えしているんですが、はい、まあ、マーチさん聞きたいこと、そして一番ちゃんも聞きたいことをこうちょっと。あ、はい、まあね、一場さんはさ、大阪出身というところ で、どうですか、広島弁は。広島弁、まだそんなに馴染んでないかなという感じで。馴染んでない、はい、これからどんどん出てくるからね。本当ですか。気をつけて、聞き取りにくかったら聞いてね。聞き取りにくかったらもう一回、はい、聞きますので。でも2人ともさ、はい、大阪出身だから。そうなんです。関西弁出ない。出ない。あ、でも今後こう2人で話していくと関西弁かもしれない。出るかもしれない。ポロッと出てもいいと思うよ、俺。結構本当ですか。面白いと思う。じゃあ、どう言ってやったらいいやつ。そう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 。もちろんね、関西弁も小出しで、はい、はい、言いたいと思います。うん、まあね、どうします、まあ、広島スポーツ事情知ってるって。ああ、そうだ。どうですか、スポーツ事情。まだやっぱりそのカープとか、うん、サンフレッチェとか、うん、まあ、今回 JT サンダーズの井上選手に取材に行かせてもらったんですけど、はい、うん、まだ詳しいところまで知らないかなっていうのが正直なところです。はい、あ、でも徐々にね、やっぱ勉強して、うん、西山さんもそうだったもんね。そうです、もう野球が何人でやってようが、うん、サッカーが何人かわからないところからスタートだったんで、はい、それを思えば経験者ですから。そうね、経験者の立場もね、結構早いかもしれない、うん、でもやっぱり現場にやっぱり行かないとね。はい、でちょっとやっぱ取材をねして現場に行く、まず顔を覚えてもらって、はい、そうするとやっぱり選手ともね、うん、まあいろんな話も聞き出しやすい関係になってくるかもしれない、うん、現場に行く。いいアドバイスです。いや、今のいいアドバイス、いいアドバイス、ナイスアドバイス、Thank you。 そうです、ね、一応さんが何か質問あります、うん、あ、いいですか、先輩に質問してみたら。そうですね、ちょっといい今回じゃあインタビューに行かせてもらって、インタビュー難しいなってこう思うところが多くてですね、ぜひ先輩にインタビューのポイントなんかを教えていただけたらなと思うんですが。俺さっき今いいアドバイスしたからね。そうですね。いや、インタビューはもう難しいですよね、みんな。いや、難しい、インタビュー難しい、確かに。何ですかね、何だろう。でも本当に知りたいって思ったら、あ、そうだ、すごい質問が出てくるんです。で、私、いや、その今まででインタビューももちろんそうだったんですけど、阿部、うん、選手に1回したことがあって、まあ、好きなんですね、私阿部選手、うん、好きなんですけど、知ってます。もうね、すごいどんどん出てきて、やっぱりなんかこれも来たい、これも来たいってなったら。そうか、そうなんです、やっぱりその人に興味を持つこと、興味を持って、興味を持つこと、うん、うん、まあ確かにそうだね、うん、ちょっとあんまり興味がないと次の質問って出てこないか。しかも相手も多分分かる気がするくないですか。分かる、あ、この人仕事で聞いてるんだなより、うん、あ、なんかこの人本当に俺のあれを分かってくれるようしてるかなみたいな。おー、分かる、あ、確かにそれは分かる、いい、今のいいこと言うよ、相手の選手に興味を持って、持って、うん、どんどん質問がそうすると出てくるんですね。出てくると思う、勉強になります、うん、そしたら いつか山内の部屋みたいな、おー、コーナーも持てるかもしれない。本当ですか。リナの部屋に。リナの部屋に。下の部屋。あれ下の名前。え、ダメなの？なんでなんで。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、別に。リナの部屋。リナの部屋。ちょっとそれは。みんな来るよ、みんな来るよ。目標に頑張りたいと思います。はい。です。フレッシュですね。フレッシュですね。いやいや、新しい新戦力こっちもね来ましたから。そうです、そうです。
盛り上げていきましょうよ。盛り上げてスパラバカンガン行きたいと思います。ではスパラバチャンネルに素敵なプレゼントが届きました。おこちら、お長川投手のサイン入りボール、はい、こちら1名の方にプレゼントいたします。20番ですよ。市場ちゃん応募方法どこに出てると思う？この辺りです。その通りですよ。この辺り出てますんで。できる信じないですか？分かってますね。ボスこの辺りに出てますので、ぜひ皆さんどしどしご応募ください。それでは、一番なでした。ありがとうございます。